カナ先日中学校の同窓会があり当時の俺のクラスではタブー化された話が話題になりました中学校で同じクラスだったカナという女の子がいた活発で勉強もよくできる可愛いい系の子だったまあ俺の初恋の人だった 3年の夏休みに学校の図書室に行った時偶然にも調べ物をしていたカナがいた図書室には俺とカナしかいなかったため進路について話したり雑談したりしながらお互い自分の作業をした俺はクラスの友達には行ってなかったが親の仕事の関係で東京の高校に行くことになっていたのでカナにそう打ち明けた そうなんだ寂しくなるねカナは少し悲しそうな顔をして俺を見た好きな子にそんな顔されて多分前がるというか逆上してしまったんだと思うその場で告白してしまった結果ははぐらかされてしまったが東京に行っても手紙しようね的な仲間では進展した 夕方になり途中まで一緒に帰宅とその帰り道カナが忘れ物をしてしまったといい一人で学校へ戻ることに別れ際カナが言う康ちゃんのこと私も好きだよ本当にうれしかった今にも踊り出しそうなからい浮かれて俺は帰宅した これがカナと交わした最後の言葉になるとは思いもしなかった昨日の話からして今日も図書室に行けば会えそうだったので朝から学校へ向かう途中で駐在と県警のパトカーが止まっていたが特に気にも留めず学校に向かう図書室にカナの姿はなく 俺は一日吐息室でカナを待っていたがやはり来なかったそれからほぼ毎日学校へ行くもカナには会えなかった夏休みが終わり新学期が始まったがカナはいない担任が帰りにクラスの皆に話があると全員残された話の内容はようやくするとこんな感じ カナは病気になり県外の病院に入院したご両親はクラスの皆には見舞いに来てほしくないので病院名とかは言わないでほしいとのことらしいクラス全員が動揺し担任に見舞いに行かせてほしいと言ったが担任はダメと言ってん張りそんなこんなで数日経った日の放課後こんな噂が出た カナは夏休み不良数人に拉致されレイプされたという噂精神的に非常にやばく学校に来られないらしいそんな話信じられなかった目の前が真っ暗になったしかし噂の立った元が別のクラスの女子駐在の娘であることが分かり話は真実味が増す 俺は何度もカナの自宅に行き話を聞かせてほしいと懇願するも父親に門前で追い返されたそしてカナは学校に来ないまま卒業式を迎え俺は東京の高校に通うことになった高校に通い新しい生活が始まるとカナのことは次第に薄らいでいった それでも、カナと最後に話した内容は時々夢に出た。高校3年の時に、中学時代の友人からカナの訃報を聞いた。自殺だったそうだ。自宅で首をつったらしい。俺はその日のうちに飛行機に乗り、カナの通夜に出た。 地元でも名家だったカナの家だが参列者は少なかった受付で名簿に名前を書くと係の人に証拠が終わったら家族の部屋に行くように言われた涙があふれたが何とか証拠を終え親族の部屋へ部屋にはカナの親父さんと年の離れた姉さんがいた そこで俺に語られたことは耳を疑うような悲しく恐ろしい話だった憔悴したお父じさんの話カナは俺と図書室で会った日の帰りに偶然車で来ていた不良4人に絡まれ車に乗せられ朝方までレイプされたらしい。 家に戻ってきた時は全裸で身も心もボロボロの状態だった言動もおかしくケタケタと笑ってた噂が立つといけないので県外の病院にて治療を受けた精神的なストレスにより地方のようになってしまいさらに検査の結果妊娠も判明下ろそうとしても と泣き叫び手に負えず結局打退できない時期まで来てしまった結局男の子を出産し名前は「こうになったカナがそう叫び続けていたのでカナは出産後自宅に戻し奥座敷で療養してた この頃はすでに母親も気が触れてしまい入院してしまったカナの面倒は親父さんが見ていたがカナは子供帰りしておりまともな会話はできなかった時々我に返ったようなそぶりを見せたがその都度自殺未遂を繰り返し施設に入院させようとした矢先、とうとう首をつってしまった。 赤ちゃんはお姉さん夫妻が引き取ったがダウン症らしい親父さんは話が終わると泣き崩れてしまいお姉さんは俺にこんな話をしてしまい申し訳なかったと言いお礼を返した俺はあの日一緒に学校まで引き返さなかった自分を呪う気持ちと涙しか出なかっただが話はこれで終わらない これより数年にわたり俺の身の回りに不可思議なことが起こるようになったんだその後大学へ進むために勉強に励む俺深夜ラジオをつけると不意に聞こえてくる女の声ラジオの DJ の声に混じり「こっちゃん苦しいよ」 と声が聞こえるベッドで寝てると金縛りとともに聞こえる赤ちゃんの泣き声ふと2階自室の窓を見ると女の姿があったり携帯アラームが誤作動したりこんなことが数ヶ月続き俺もダウン寺に行き坊さんに払ってもらうが気休めにしかならないと言われる 大学は失敗予備校に通い始めそこで知り合った女の子を好きになり付き合うが彼女にも影響が出た寝てると女の泣き声が前晩のように聞こえ付き合うどころではなくなってしまい別れる家は不審火が2回霊匠らしき音なんかは四六時中 さすがに参ってしまい一度カナの墓参りに行くことにした線香を備え手を合わせカナの冥福を祈るその時住職がやってきて俺にこう言った「君はこのままでは連れて行かれるかもしれない」「東京にある私の知り合いの寺を訪ねずさえ、きっと力になってくれるから」 と言ってくれた。翌日東京に戻り紹介された寺を訪ねる初老の坊さんが俺を見るや否やかなり強引に手を引いて本土へ連れて行かれたそこで寒いみたいなのに着替えさせられ頭をそられ経を読み上げる。 いきなりの転換にビビりながらも坊さんが真剣なのでそれほど事態は深刻なのだと悟り言われるままにする一日目は昼から夜の9時ぐらいまでずっとそこでお経をあげてもらう夜は簡素な食事をいただき今夜は本堂より一歩も出るなと言われた夜中2時くらいだと思うが本堂の音が突如どんどんと叩かれる 仏像が揺れるほど尋常じゃない叩き方で外から赤ん坊の鳴き声まで聞こえてくる怖くてガタガタ震え布団をかぶって去るのを待った4時頃までそれは続き5時に坊さんが来てくれた俺は夜中のことを尋ねたが真剣な顔でへん何か考え込み何も教えてくれなかった 6時ごろ夏休みだからか近所の子がラジオ体操に来て坊さんと参加するありえないくらい日常の空気で少しほっとした午前中境内の掃除を手伝い本堂を水拭きする午後から独経を受けまた夜が来た坊さんに 何があっても戸を開けてはならないたとえ泣きすがられても決して開けるなと言われる眠りについたと同時に昨晩と同じようにどんどんと音が始まったしばらくするとどさっと何か崩れるような音がして聞き覚えのある声が聞こえたなんでこうちゃん 開けてくれないのカナだ確かにかなの声がする膝がガクガク震え心臓がバクバクいってるのがわかる開けてよ寒いよ耳を塞ぐが聞こえる声気がどうにかなりそうだった朝が近づくにつれ 声は聞こえなくなくった。昨日と同じく5時ごろに坊さんが来てくれた緊張から解放されたが恐怖のあまり恥ずかしながら小便漏らしてたで1週間お寺でお世話になり最後の夜はもう必ずしきものは来なくなったもう命までは取られまいと判断したのか坊さんの許しが出て帰ることに。 坊さんの話によると俺はわかりやすく言うととても強力な怨念に取り憑かれてたあのまま放置していたら確実に数か月で連れていかれた今後は影響は少なくなるだろうけど成仏まではいかなかったお守りを肌身離さず持っていること家と部屋の四隅に粗塩を盛り入ってこれないようにすること 何かあったらすぐにまた寺に来ることこうしてその後約8年はほとんど霊障は現れなかったで冒頭で話した中学の同窓会に続くカナの通夜以来だった同級生と会い酒を酌み交わしたんだけど自然とカナの話になったこの話 レイプの件を含め地元ではタブーとなっていたんだけどカノの両親は離婚名家だった家も売りに出され今では違う人が住んでいるとのことお姉さん夫妻は仕事の関係で子供を連れ東京に出てきているとのことすごく嫌な予感がしたんだけど皆には俺に会ったことは言わないでおいたのでへえと話を合わせるくらいにしてた。 この最中居酒屋の照明が不意に落ちた。レーダーとかの話はしてないので停電したくらいにしか皆は思わなかったんだろうが俺には誰の仕業かすぐに分かった。その晩はホテルに泊まり翌朝親戚の家に挨拶に行き午後には東京へ戻ってきた。今は家を出て一人暮らしなんだけど駅を降りて家路に向かう途中 強烈な違和感というか立ちくらみがしてガードレールにつかまり座り込んだ理由はすぐに分かった道路の反対側に親子連れが歩いてるんだカナの姉さんと旦那その間に遠目でもダウン症とわかる子供その子が俺を指さしてるんだ 幸い座り込んだおかげで姉さん夫婦には俺は見えていないと思う行き過ぎるのを確認すると家に向かい歩くかなりフラフラする家に着くなりようと耳なりがするああ、俺もおかしくなったかなと本気で思ったこの大都会で何ちゅう偶然なんだと 考えただけで頭が痛くなってきた。俺何か悪いことしたかな何か恨まれることしたのかなそれから毎日そんなことを考えています。霊書ははまりないけどあの子が指を俺に向かって刺していたのは絶対偶然じゃない気がする。目も確かにあったし ダウン症からかもしれないが笑ってたこの連鎖を打ち切るためにも明日にでもお世話になって寺に行くつもりです小さい頃から霊については信じている方なのでカナのことはありえなくない話なのですが血もつながってない会ったこともない子が俺を認識するようなこんなことって ありえますかね助けろ俺は大学生で一人暮らしをしているんだが同じアパートの一階に友人が住んでいるんだ俺は三階に住んでるある日同じ学部の友人たちと飲み会をしてたんだが 夜中の2時くらいになるとさすがに話すネタもなくなりしらけた空気が流れ始めたその時は同じアパートの友人健太とほかに2人の友人といたんだがそのうちに1人が「怖い話しようぜ」と言い出した「俺は怖い話が好きで新しい話を仕入れるとよく友人に話して聞かせていた」 今日も俺が一人で怖い話をしゃべり続けていた電気を消して俺はいろいろ話してもうネタが尽きた頃健太が「俺も話あるんだけど」とおもむろに話し始めた健太の話は怖いんじゃなく不気味な話だった 春休みのある日、健太は彼女とメールをしてた。メールの内容は聞いてないけど、とりあえず普通の内容。メールを続けて夜中の2時、寝る準備も終えて、布団の中で彼女とメールを続け、そのまま寝てしまおうと思ったらしい。すると突然、部屋のドアがどんどんと叩かれた。それもトイレをノックするのとは明らかに違う。 本気で拳で叩いてるような音がしたビクッと反応し何事かと布団から出ようとした時ドアの外側から「助けろ早く助けろ助けろ!と」と女の声がしたしかしその声はヒステリックのように狂ったような声でドアを叩きながら発せられてた 鍵をかけているかすごく不安になったが健太は動くことができなかったらしいこういう話だと伝わりづらいがその話を聞いた時の健太の本気で怯えた様子を見るとその出来事が尋常じゃないということがすごく伝わった聞いていた俺たちはただ黙って聞いているしかなかった ケンタが動けないでいる間も女が狂ったように叫びながらドアを叩いている健太は完璧なイルスモードに突入したその間心の底から彼女からメールが返ってこないことを祈ったらしい自分はイルスモードだが携帯はマナーモードになってなかったことに気づいたからだメール来るなメール来るな来るな 来るな来るな来るな。るなるな固まりながらずっとそう思っていたらしいすると急にドアを叩く音も女の狂ったような助けろコールもやんだらしい春のまだ肌寒い季節だったというのに汗をかいていたほっとして今まさに起きたことを彼女に電話しようとしたらしいすると じゃ、じゃ、と砂利をゆっくりと踏む音が聞こえてきたらしい健太はゆっくりと携帯を閉じた砂利を踏む音は外の方から聞こえてくる俺は何度も健太の部屋に行ったことはあったので分かるんだが健太は1階に住んでいて 珍しく布団を敷いて寝ているのだがその布団を敷いているところは窓に対して平行にしているのだつまり左は窓右は部屋側っていう間取りになっているそしてその窓の外は砂利が敷いてあるつまり誰かが窓の外の砂利を踏んでいるということになるさっきまで書いていた汗は今度は一気に引いていったらしい ケンタは再び身を固くした砂利を踏む足音はゆっくりと自分の部屋の方向に近づいているやばい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 足音はとうとう健太の部屋の前に止まったらしい窓とカーテンを隔てた向こう側にこっちから窓の外を見たわけではないがわかるらしいわかるというのは 窓の外の何者かが明らかに自分の部屋の中を覗こうとしていることが健太は布団に横になり息も殺して動かず再び携帯が鳴らないことを祈った「いるながバレたらやばい殺される!」大げさかもしれないがその時は本気でそう思ったらしい。 早くいなくなってくれそう思って目をつぶっていたら気づいたら朝になってた起きて目を覚ますとあれは夢だったような気がしてきたらしい普通に飯食って学校に行く用意して家を出ようとした時にふと気になったらしいカーテンを開けてみた。 そこには窓に明らかに男と思われる手形と砂利の上にいたような足跡が残っていたらしいこれが同じアパートに住む友人健太の怖い話同じとこに住んでいる俺からすればしゃれにならない怖い話です 彼女との思い出話数年前のことです夜中に物音で目覚めると窓がカタカタ揺れてた無視していたが音は一向に止まないのでカーテンを開けてみた驚いたことに窓の外に女性が一人立っていた雨窓に手をかけてカタカタ揺らしていた 女性が誰かかすぐ分かった。十数年前付き合ってた俺の高校時代の彼女だった彼女とは付き合い始めて二か月もしないうちに周りの冷やかしに気まずくなり振られたという嫌な思い出があったなぜうちにいるのか不自然すぎる光景に俺は驚いたが彼女は何事もなかったかのように俺との思い出話を始めた。 彼女のバイトが終わるまで公園やコンビニで時間を潰してた俺彼女の家に遊びに行ったら親父に叩き出されたこと夜カラオケに行ったら先生たちがいたのでこっそり帰ったこと取り留めもないつまらない思い出話だが久々に一つ一つを思い出し懐かしさのあまりか気がつけば俺は話に夢中になっていたしかし どうしても気になっていたことなぜここにいるのか俺は尋ねてしまった彼女はしばらく黙り「もう終わりだからだよ」と寂しそうにつぶやきそのまま背を向けて去っていった俺はぼーっとしてしまい 少し遅れて追いかけたが彼女の姿は見つからなかったなんとなく嫌な予感がしたがそれは当たっていた翌日彼女と仲の良い地元の友人に尋ねると彼女は昨日の夕方彼女以外無人の職場で急に倒れ発見が遅かったのがまずかったのかそのまま意識を取り戻すことなく早朝に亡くなったという。 俺の見たことと全く矛盾しているが本当のことだった彼女にとって大切な人だったんだねその思い出を最後に語りにやってきてくれたんだからでもカーテン開けたら目の前に人がいたら腰抜かすな君とひどい別れ方をしたことう子はずっと後悔してたよ 中学からずっと好きだだっったんだって。付き合えた時は本当に幸せだったけど君を気に入ってた先輩からあまりよくない仕打ちを受けてそれが発展してちょっとしたいじめみたいになりかけたんだよどうして助けてあげられなかったんだろう口止めされてたとはいえ君にちゃんと話せばよかったねきっとそのことを謝りに来たんだよ なんてことをその友達かから聞かされた若かったとはいえ自分の不甲斐なさを悔いて俺は泣いたしかしそれから今に至るまで不思議なことが起こるようになった俺が女と遊んでるとふと視界の隅に一瞬うつむいた女が見える。 ホテルの鏡を見た時背後に女が映り次の瞬間消えてる車のバックミラーエレベーターの隅買い物中にショップの鏡ラーメン屋に並ぶ列極めつけはビアガーデンのテーブルクロスの中いつも一瞬視界に入るだけだが彼女らしき女が 俺の周りに現れるようになった今でも変わらない条件はいつも同じ俺が女と行動している時一体何のつもりなのか未練なのか恨みなのか近くお祓いを受けることを検討している分かりにくい話ですまない でも本当にもう怖いんだ根拠はないがこのままだといつか取り返しのつかないことになる気がしてきたんだ「話の続き女友達が体験した話」。 その女友達はあまりお化けとか怖がらない方で肝試しとかも余裕。むしろ怖いの大好きで自分から企画しちゃうタイプなんだよね。で、その女友達が仕事の都合で実家からアパートに引っ越して怒った話。そのアパートに住んでから3、4日経った頃、それは始まったんだけど、いわゆる定番のラップ音とか、 物の位置ががずれてるとかが発生したらしいまあでもその女友達はかなり肝が据わっているからそれらをするむしろ怖いビデオとか見てる時に魚にしてたくらいだったんだよねそれに会社指定のアパートならかなり家賃が安くなるってのと約1ヶ月半で戻れる長期出張だったってこと。 建物自体はそこまで古くなくいろいろと設備も悪くないしでさらさら部屋を変えるつもりはなかったんだってそんな中約2週間がたった頃深夜1時くらいに玄関をノックする音が聞こえたんだ今までそのパターンはなかったから恐る恐る玄関を見に行くと長い紙が玄関扉の郵便口からだらっと垂れ下がってる。 さすがに女友達も悲鳴を上げたんだけどその瞬間にズルっと髪の毛が外に引っ張られて高めの足音とともに去ってったんだってしばらく硬直してたけど勇気を出して玄関扉に近づくと数本その長い髪の毛が残っていたらしいこの時点で霊的なものってよりは むしろストーカーとかそっち系の心配を強く感じて後日この件については警察に助けを求めたんだってはっきり言って警察も半信半疑なんだけど女性ってのと物的証拠の髪の毛があったことがこうそうしたのか一応対応してくれるとのことでも気持ち悪いものは気持ち悪いんで引っ越しを会社にお願いしたら意外なことに OK が出たらしい。 結局その部屋からは1ヶ月は待たずに出て別のアパートで何不自由なく過ごしてたわけそれからしばらくたって会社の同僚に誘われて合コンに参加することになったんだって流れの中で怖い話をすることになってネタのある人がそれぞれ話してそれなりに盛り上がったわけ女友達いわく 有名なのが多くて私はそこまでだったけどって言ってたけどねそんな中お相手のうちの一人ちょいイケメンの警察官の番になったんだってその警察官の話はこう一人の女の人が仕事の関係でこの付近に引っ越してきたその女の人が住む部屋は ラップ音とか霊障が発生していたある日の深夜玄関扉の郵便口から長い紙が垂れていた要するに女友達が体験した話を警察官が話し始めたんだよ「それ私だよ」って言いたいのは山々だけどそれで空気変になるのもあれだし黙って話を聞いてたんだって。 そしたら警察官が女友達も知らない話の続きを語り出したんだよね。唯一の物的証拠である長い髪の毛。警察は一応念のために DNA 鑑定に出し、彼らが持つデータと照らし合わせを行ったんだって。結果、なんと DNA が合致する人物が出てきたわけ。 女友達は「マジで私知らされてないんだけど」と内心めちゃくちゃ驚きながらも警察官の言葉に耳を傾けたその警察官曰くその人は以前その部屋に住んでいた住人でトラブルを苦に4年前に首をつって亡くなっていたんだって。 悪夢大学生の時に変な夢を見た鉄格子の薄暗い牢獄のようなところに閉じ込められていた十畳ほどの部屋に男女合わせて20人くらいの日本人がひしめき合ってたみんな同じ無地の白 T シャツに黒い短パン姿で さながら本当の囚人のような気持ちがした。夢だという自覚は持っていたが、ちょっと試しに隣の男に話しかけてみた。意外なことに普通に会話ができた。男は都内のフリーターで、高田馬の場の回転寿司屋の店員だと言ってた。またこれは夢なんだよな、とも言ってた。 俺も自分の身の上をある程度話しとにかくここは何なのか尋ねた男は「俺もわかんないよなんか映画の想みたいなシチュエーションだよな」とか言って笑ってた俺は想は見ていないからわからなかったがまあ男の余裕そうな雰囲気から少しずつ変な緊張は解けていった しかしその後、突如鉄格子にはめられた扉が開くと、顔全体を覆う尖った帽子をかぶった黒ずくめの子供のような背丈の連中がなだれ込み、一番扉の近くにいた若い女を引きずっていった。女はなぜか無言で無反応だった。しかし、二三分もした頃、女が連れて行かれたであろう廊下の奥から、 そういういものすごい絶叫が聞こえた牢内は騒然となり寿司屋の男の顔からも余裕は消えていたすぐにさっきのチビたちがまたやってきてまた別の女を引きずっていったそしてまた絶叫俺たちはパニックになり出口を必死で探したがそんなものはなかったそんな具合に 男女計四人引きずられていったところで俺は目が覚めた。そんな夢を一月のうちに四回見た。夢は連続しており、毎回目が覚めた直後のシーンから始まる。毎回数人ずつチビたちに引きずられていく。そしてもう帰ってこない。寿司屋の男は三回目に引きずられていった。 残る人数はあと3人次にあの夢を見たら俺は引きずられていく番じゃないかと眠るのが怖くなったこの話をバイト先の店長にしたら小学生の頃の同級生が寺に嫁いでいるからその寺を紹介してあげると言われその日の夜に寺に連れて行かれた住職は一通りおり俺の話を聞いてくれたが そんなことを言われても私には何もできない。そんな話は聞いたことがない。と頼りない返事しか返ってこなかった。落胆した俺だったが住職は何かの足しになればとお札をくれた。住職が若い頃に先代から譲り受けた大切なお札のうちの一枚だとか。 俺は藁にもすがる思いでそれを受け取り、枕元に置いて寝ることにした。あと、教会に行って何かおまじないみたいなものをしてもらったり、占い師に魔除けのアドバイスをもらったり、とにかくできる限りつてをたどっていろいろしてみたところ、もうあの夢を見ることはなくなった。どれが聞いたのかはわからない。もしかしたら本当にただの夢だったのかもしれない。 一応今でもお札と魔ヨけの品は枕元に飾って寝てる怖いからクエイ住宅高校時代からの友人が私の住んでいるすぐ近くの空営住宅に3年がかりでやっと当たりすこぶる喜んだ。 彼女は母子家庭で子供が18歳になり、児童扶養手当がおりなくなっていた。賃貸料は2万5千円、ここらの駐車場もそのくらい。友人は、引っ越しはまだなんだけど、見に行ってきたの。そしたらね、あの、ほのぐらい水の底からの映画そのまんまなのよ。私は呆然としちゃいました。 鍵の引き渡し当日早速見に行きたいんだけど付き合ってというので同行したちなみに私は霊感が少しあり友人もそれを昔から知ってる外観は茶色のレンガで綺麗いいいじゃないそう中に入るとん何このひんやり感 この日は9月の初めで残暑厳しくすごく暑かった友人の部屋は6階エレベーターに乗るさらに異様にひんやりしている空調もないのに廊下やはりひんやり部屋に入った南向きで日がよく入ってて明るい リフォームされていて綺麗だけどひんやり。間取りは和室が6畳2間に、洋室6畳。台所4.5畳。だあう,うーん、広いね。友人が現在住んでいるマンションは 1LDK で家賃8万5千円。友人とお風呂場と脱衣所。 トイレを見た壁を白く塗ってあるのになぜか床がすべて灰色のコンクリート床業者に頼んで白く塗ってもらおう許可もらわないといけないんじゃない友人は早速携帯電話から区の担当に電話をかけた出るときに元に戻せばいいって このままでもいいいじゃないやだよそれにまずここ出ることないしそう引っ越しは10日後区営住宅というのは浴槽は借り主が設置し出ていく時借り主が撤去するらしいでペンキ塗ってもらう時と浴槽の配置の時に私が立ち会うことになった ペンキ塗りの日作業をしてもらっている時やたら喉が渇く。私は近くのコンビニに行って1.5リットルのお茶を買ってきた。15分ほどで飲んでしまった。再び買いに行ったが2本買った。それも30分ほどで飲んでしまった。これだけ水分を欲したことはない。 業者が帰り窓を閉めていたら立ちくらみがした貧血などの感覚ではなく目が回る早々に部屋を出た入り口でふと友人のポストに目がいった友人のポストにだけガムテープが貼ってあった投函口ではないがやたら気になり剥がした もう一枚貼ってあった。それを剥がした。また一枚あった。相当古いらしく固まっていてボロボロ。ああ、すんく汚くなっちゃった。どうしよう、怒られそう。そうだ、ベンジンとヘラ持ってこよう。私の家までは自転車で五分、 へらでボリボリと落とすが思いのほか頑固と住人のおばあさんが声をかけてきた「そこに入られる方?」い,いえ私友人なんです友人は前田と言いますよろしくお願いしますと頭を下げたああそう。 本田さんあい,いえ前田ですああそうと言って去った再び作業開始5分くらいすると再び先ほどとは違うおばあさんが声をかけてきたここに入られる方い,いえ 私、友人なんです。友人は前田と言います。よろしくお願いします。と頭を下げた。青木さん。あ、いいえ、前田です。前の人も本田さんで、だがついてたわね。 ああそうなんですか再び作業通る人はお年寄りがほとんど私はお年寄りが多いのは区営住宅というのは入居したら起こさないんだろうな前田もやっと当たったと言ってたもんななどと思いながら作業するとおじいさんが声をかけてきた ここに越してくる方いいえ私友人なんです友人は前だと言いますよろしくお願いしますと頭を下げたそうここは出入りが激しいんだよねと言って去ったえどういうこと変じゃないと思っていると 初めに声をかけてきたおばあさんがやってきて再び同じ質問おばあさんはまた「ふん田さん」と言った丁寧に対応しました作業を始めて30分以上かかりようやくきれいになってきた手には豆 薄くなっているマジックで書かれた名字が出てきました「本田」私は背筋がぞっとしたそのことを彼女に話したら「へえそうなんだ綺麗にしてくれてありがとう見るの楽しみ」と言った彼女は昔からとてもポジティブな性格 浴槽の配置の時には前もってペットボトルのお茶を2本買っていったやはり喉が異常に渇く配置は1時間くらいで終わったがその間にお茶は飲み干した気分が悪くなるのでほとんどベランダにいたその後彼女がなんだかわかんないけど とっても不安な気分なの来てくれないなどと言って何度も電話が来る気の強い彼女からこんな言葉が出るなんて私は自宅に食事を招く彼女の部屋に行こうと思うだけで気分が悪くなってしまう彼女には話してませんが 母のの実家の離れ生まれは東京なんだけど両親が離婚して5歳の頃に冒険中心部にある母の実家に移り住んだ歓楽街の中にあるとても広い旧家で母屋と庭を挟んで離れがあった俺はその地域に馴染めずに幼稚園でも友達ができなかったらしい。 大体が家にいて離れにおもちゃを持って行ってたとかそんな俺を祖母が気になって後をこっそりつけて見てみると何やら独り言というかまるで誰かに向かって話してるそれを気にした祖母が飯時に「いつも何して遊んでるの?」と聞くと俺はかくなに「教えない」とだけ言っていたとか 祖母はそんな俺の一人遊びの模様を母に伝えていたそうだ。でもその時母はまだ特に気にしてなかったとか。数日後、祖母がまた離れでの俺の一人遊びを目撃。いきなり現れて。ちょっと、何を一人で喋ってんのと突撃。すると俺はいきなり切れて。おばあちゃんのせいだ とと言ったとかでその一瞬で祖母の俺を見る目は完全なおかしい子になったそれでさすがに母もこのままではまずいと思い俺に聞いたそうだすると俺は「あっちの部屋にはお姉さんがいて僕がおもちゃで遊んでるといつも話してくれるんだよそれで今日はね おばあちゃんが来たからどっかに行っちゃったんだよとその夜に母と祖母祖父が話をしたもともと母の実家は芸者置き屋というもので経営者が店を畳む時に婚姻にしてもらっていた祖父が安く買い取り一部改築したものだった離れは若い芸者さんが住んでいたそうで どうやら俺の言ってたお姉さんはその若い芸者さんではないかと祖父が不動産から「離れで亡くなった芸者さんがいる」と聞いた記憶があるというただ基本的に祖父は霊とか一切信じない人なんで気にしなかったとかまあそれで一度離れを見てもらうかということになったらしい。 それで祖母がうちが檀家になってるとこのお坊さんを連れてきたそうな一応俺もいた方がいいだろうってことだったらしいんだけど坊さんがお経を唱えてる時にいつの間にか俺がグズグズ泣き出して「お姉さんがさよならって言ってる」とか始まったらしい俺はこの一連のことを全く記憶にないんだけどその後は お姉さんはいなくなくっっちゃったよ、とだけ言ってたらしいだからこの話自体も家の中では誰もしなくなったそうで完全に風化数年前にたまたま祖母と母が思い出して語ってくれて驚いた子供ってのはそういう体験ができるのだろうか そして、後日談なのですが、その半年後くらいに、親戚関係の用事でまた帰省する機会がありまして、予定が大分早く終わり、うちから徒歩20分ほどにある小料理屋で、一緒に用事を参加していたいとこと二人で飲み始めました。そこで、そうそう、前回帰省した時に聞いた話なんだけどさ、 みたいな感じでその芸者さんの話をしたんですまあそれでいとこと二人でちょっと盛り上がってきたんですがすると店主がちょこちょこと話に首を突っ込んでくる態度がぶっきらぼうな感じだったので最初はなんとなくこっち側わっ客だからなめられてるかなみたいな感じがしたんだけどなんかそうでもなさげで そしたら店主が「そっち関係に詳しい人を呼ぼうか?」なんて言い出しまして「何を言ってるんだこの親やじは」と訳が分からなかったんですけどいきなり電話をかけ「母さんちょっと店出てきてほしいんだけど」と結局30分ほどするとだいぶ年のおばあさんがやってきましてどうやら 店主の母は芸者の先生をしていた人で芸者関係の組合にも属していたとかそこそこの人らしいまあそれで俺は知っている範囲で淡々と話をしたんですそこで分かった話なんですが母の実家はその以前はとある実業家が経営していたそうでそのおばあさんはちょくちょく芸事を教えに行っていたとか。 離れで亡くなったのは、まだ半人前の芸者さんで自殺。当時、いろいろと苦労があったゆえのものだと言われたそうです。ちょうどそれと同時期に経営者に病気が発覚。当初は誰かが継ぐという話も出てたらしいんだけど、経営者には子供、まともな親戚がいなく、店を畳むことにしたとか。また、 その歓楽街には他にも芸者の店がいくつかあり商売がたきに「あそこの芸者は自殺した」という話を広められてしまい風当たりが良くなかったということもあるそうですそこで経営者に婚意にしてもらっていたうちの祖父が話を持ちかけられて信じられないほど格安で買い取った祖父は離れて自殺した芸者さんがいることを承知だったけど 家族にはごまかしていたってことです聞いたことはあるかもみたいな改築はおもやだけで花から離れを使う気がなかったのはそういうことだったんだとわかりました俺がえ見たというのはその人に間違いないと思われますここ2年ほどで祖父と祖母が亡くなり 母も再婚したのでその家には現在おじが住んでいるんですが家を大事にしないせいか不幸続きでどうしようもない状態です最近俺も県外に家を構えることになったんでその家にはもう近づくことはないかと思います帰る家 俺んちの二軒隣の家がさ自宅兼事業所になっていて自営業を営んでいたんだよね家も立派で大きいんだけどさ両親と娘の3人家族でその娘は俺の三つ下だったんだけど近所だから小学生の頃はいつも遊んでたんだでもいつの頃からかなその子をめっきり見なくなってね 事業業所に毎日泊まっっていたた従業員の車も見ることはなくなくんだ。当時は理解できなかったけど事業がうまくいかずに破産一家首吊り心中したと聞いた「建物は破格の低価格で競売にかけられたけど誰も買い手がつかないまま俺が中学生に上がる頃にはいつしか近所では噂されるようになったんだ」。 夜な夜な誰もいない家から音がすると俺は何もそういった体験はしなかったし思い入れのある家だから気にもしなかったんだでもやっぱり今思い返すと異様な雰囲気はあったと思うなんていうか陰鬱な雰囲気っていうのかなそりゃ誰も人住んでないからね そういうい雰囲気はあった。中学生に上がり遊ぶ友達も変わると今まで俺ん家に遊びに来たことない子とかが来るようになったそんな中一人の子が「隣の家誰か住んでんのなんかいつも暗いよね」と「俺は 答えをはぐらかし引っ越したと伝えると「さっき家の階段のところで女の子座ってたからさ近所には子供もいなかったし一体誰のことを言ってんだろうと大して気にも留めなかったんだ」「その夜俺は金縛りで目が覚めた。 この頃は部活もやってて疲れもひどかったし何より金縛りによく合っていたのでまたかと思いつつやり過ごそうとしたんだでもその日はなかなか解けなかった解けないどころか耳鳴りめまいがひどくなってくる次第になぜか恐怖の意識が湧いてきた「早く解けろ早く解けろ!早くけろ」 よくわからない恐怖に襲われながらふと目を開けると窓ガラスの反射越しに誰かが立っている白いワンピースを着た女だ首から上は見えない俺のベッドのすぐ横でゆらゆらと揺れている俺は意識を失った翌日 俺は部活終え学校から帰宅しし就寝した。「先日は怖い夢を見たから今日は見たくないなそんなことを考えながらそしてそれはやってきたお腹が痛くなり目を覚ますと布団の上に先日の女がいた何て言うか騎乗位のような形でのっかり前後にゆらゆら揺れてたんだ。 頭や顔は見えない見えないというかないそして俺ははっきり聞いた「帰りたいの」俺は気を失ったあれから10年たった今その女は一度も現れていない 俺に何かが起ここったとといいうこともないでもあの女は当時一緒に遊んで亡くなった子が帰る家をなくして一人寂しくさまよっていたんだと思ってる当時彼女はよくワンピースを着ていたのを覚えてる今現在100坪を超えるその大豪邸は価格 1,300万という破格の値段でもいまだ買い手はついていない不思議な出来事この前あった不思議な出来事ですその日は一人で残業し結局会社を後にしたのは深夜2時くらいでした 期日が迫っていたので、ここ10日ほど毎日こんな感じでした。ようやく人段落したので会社の戸締まりをし、車に乗り込み、ギアをリバースに入れて道までバックし、ギアをドライブに入れ、そのまま坂道を下っていきました。そこはかなり急勾配な坂道で、距離は800メートルほどあります。田舎なので、道には街灯もなく真っ暗。 もちろんそんな時間なので対向車も来ませんでしたちなみに家は真っ暗な山道を3キロほど走り市街地を少し走ったところにあります音楽を聴きながら70キロほどで走っているとあることに気づきましたハンドルがロックされていて全く動かない それに気づいた瞬間慌ててブレーキを踏みましたがそれも全く効きません焦ってどうしようかとパニック状態になりましたがとにかく車を止めなければと思いエンジンブレーキを使おうとギアをセカンドに入れ速度を落としサイドブレーキを引いて1 0 0ルほど進みようやく平坦な道で止まりました会社からはちょうど1キロくらい走ったところだったと思います 何が起こったのか冷静に判断するまで時間がかかりましたがようやく事態を把握しまずエンジンがかかるかどうか確かめましたしかし何度やってもかかりませんボンネットのカバーを上げて確認してみたけど素人なのでどこが悪いのかもわからず結局 JAF を呼ぶしかないかなと思い携帯電話を取り出しましたが 山に囲まれているため県外になっていました周りには民家もないところなので会社まで歩いて戻りそこで電話をかけるしかないなと判断し車のロックし会社まで歩いて戻りました街灯も人気も全くないところなのでかなり怖かったんですがなんとか十五分ほどで会社まで戻ることができました 早速、鍵を挿して会社に入り、電気をつけてジャフに連絡しました。向こうには、会社から1キロ下った道にセダンが止まってます。足がないので、とにかく会社まで来てください。と伝えました。1時間後、ようやくジャフのトラックが会社に到着しました。会社の戸締まりをして、トラックに駆け寄って、 ローードサービスの人に話ししかけました。するとその人は不思議そうな顔をして「ここに来る途中確認したけどさお兄さんが行ってた車なんて止まってなかったよ」と言いました「えなんで何を言ってるの?」と思いました「あの車は10年前くらいの中古車だし」 通勤用なので貴重品なんて積んでなかったから誰も取ることはないだろうと思っていたからですとにかく現場に行って確認するしかないと思いその人と一緒に坂道を1キロ下りました5 0ルくらい手前まで来て目を凝らすように前を見ていましたが自分が止めていたところに車はありません 現場についてもあちこち見回りましたが結局発見できず仕方なくジャフの人に家まで送ってもらいました家に帰っても頭がぼんやりしていたのと疲れがたまっていたのもあってそのままソファーで倒れ込むように寝てしまいました4時間くらい寝ていたんでしょうか母が起こしてくれました 朝食を食べながら昨夜の出来事を母に話すと「あんた何言ってるの昨日は車を車検に出すから私が会社まで送っていったじゃない寝ぼけてるの?」と言いましたガレージを見てみると車検から帰ってきた僕の車がありましたエンジンもかかるしハンドルもブレーキもきちんと効きました 疲れていたのかもしれませんが確かにあの時会社から車であの坂道を下りました今でもあの出来事は何だったんだろうとずっと不思議に思います「とらわれの人形」。 まだ自分が19くらいの時アパートで付き合いたての彼女と一緒に寝てた時でしたその夜夢を見て夢の中で友達数人と遊んでいて肝試しでもしようかと話していると小さな女の子の声が聞こえてきていいところを教えてあげるよと言われ声の方を見てみると 小さな日本人形がポツンと置いてありました。どうやらその声は人形から発せられたようで、不気味な空気に全員おじけづいていると、強制的に別の場所へ飛ばされ、瞬時に別の場所へと風景は切り替わりました。そこはとても寂しい道で、周囲は鬱蒼とした雑木林の小道で、すぐそばには石段が続いていました。 石段の先には遠目に朱色の塗装がはげかけた鳥居が構えており、特に神社名や縄もなく、荒れた感じが石段の最下部から見て取れました。その場にいる皆が異様な空気に圧倒されていると、先ほどの人形が石段から語りかけてきました。この先の屋代にお札が貼ってあるの。 それをはがしてもどってくるなたの楽しそうでしょもちろんそんなやばそうなこと全員乗り気ではなくことわりたい空気いっぱいでしたがその人形から感じるとてつもなくやばそうな雰囲気に負けいやいややしろに行きおふだをはがしましたじゃあつぎのばしょね。 え気がつくと、皆別の神社の入り口の前に佇んでいました。そして、同じように社に行き、お札を剥がし、また次の場所へ。そして、全部で5カ所の神社を巡り、最初にいた神社へ戻ってきました。皆、恐ろしさと疲労で呆けていると、先ほどの人形と同じ柄の、 でもボロボロの和服を着た女の子が近寄ってきました顔は覚えていませんが獅子のバランス位置に違和感を感じたのは覚えています少女元人形はおもむろに話しかけてきましたありがとうあなたのおかげで自由に動けるようになったわ。 ありがとう。あなたとっても優しいのね俺だけじゃないよみんなもいたしだってこれはあなたの夢じゃないそこで私は目を覚ましましたいつもの部屋隣には彼女と視線を移した時 彼女の横に先ほどの女の子が佇んでいました。一瞬でドっッと汗が噴き出しました。そして、不意に人形は彼女を指さし。お礼にいいこと教えてあげる。この子、あなたに隠し事してるよ。そこで本当に目が覚めました。 彼女を起こし安堵からか恥ずかしげもなく泣きました以上が私の身に本当にあった一番怖い体験です後日彼女から言われたんですが他に男がいたそうでその話を聞いた次の日に別れたそうですその時彼女に言われた一言がいまだに心に残ってます それにしても一体何を解放しちゃったの不幸の塊私が働いている母校の高校の近くにある喫茶店は立地の関係上よく母校の生徒さんたちが訪れます。 お客さんの5割が母校の生徒さん4割が母校の先生方残りの1割が一般のお客様というところでしょうか生徒さんたちも悪さをしたり騒いだりするのではなくただ純粋に生徒同士の交流の場いわゆるしゃべり場として利用しているようでた愛いもない雑談から真剣な悩み相談まで 学年を超えて交流しているようでした。私やマスターたちスタッフも高校 OB ということもあり、勉強や進路の悩み相談をされることも多々ありました。また、夏や冬、それに春に卒業入学シーズンなどが特に繁忙期で、私たちだけでは回らないため、アルバイトで私の小学校以来の友人であるエリカちゃんに来てもらうこともありました。 エリカちゃんは今でいう有効林系のふわふわした天然系の美人さんなので、彼女が出てくれた日は男子高校生の来客率が異様に上がるんです。そんな卒業式を間近に控えたある日、店に一人の女の子が現れました。切れ長の涼しげな目元にショートカットがよく似合う。 本来であればとても快活な雰囲気を持つ子なのでしょうが、伏せられた瞳は不安げに揺れ、とても元気がないようで。何か大きな悩みがあるのかな彼女はカウンター席に腰掛け、カウンター奥の私とエリカちゃんをちらちらと見ていました。私たちに相談したいのかな私が思い切って話しかけようとした時、 あの聞いてくれませんか彼女が口を開きました私とってもついてないんですついてないなるほどそれで落ち込んでたのか私はついてない時は誰だってあるし いつかすぐにまた幸運がめくってくるようになるからと話したのですがそんなんじゃないんです私小さい時からずっとついてない不幸なんです彼女はそう言い切ったんです私もマスターもエリカちゃんも最初はそんな大げさなと思いましたが 詳しく彼女の話を聞いてみると、今まで最低でも一年に一回は居眠り運転のトラックにはねられたりする。授業で野球をするとよくボールが頭に当たる。頭上からとにかく物が落ちてくることが多い。そんな一つ間違えたら命に関わるものからお店に予約をしていた品物がよく間違って売られてしまう。 学校の成績に関わる大きな英語のテストで書いた英作文を先生が一切書いていないものと取り違えて0点にしてしまうなどの些細なものまで、その不幸な事例は数知れず。特に前に話した命の危険を伴うものに合う頻度が最近上がってきており、このままだといつか事故で死んでしまいそうで怖いとのことでした。 確かに、命の危険を感じるものは危ないし、怖いっちゃ怖いけど、それでも今まで助かってるんだし、悪運が強いとも言うんじゃないのかな、とも思いました。ですが、彼女曰く、いくら悪運が強いと言っても、こう何度も九死に一生を得る体験ばかりしていたのでは、命がいくつあっても足りないそうで、彼女と一緒に来た友人は、 気にしすぎ。神経質になってる。誰だってついてない時くらいあるよ。と、大して気にもしていない風でしたが、彼女は至って真剣でした。こんなについてないのっておかしいですよ。絶対おかしい。そう彼女は息きまえていました。そして真剣な彼女の話を聞いていると、 予約していた品物が売られてしまうことなどは確かに誰にでも起こり得ることですが頭上から花瓶や鉄骨が高頻度で落ちてくることなどは果たして偶然でそう何度も起こり得るのかそう疑問に思うようになっていました彼女も彼女で誰かに相談したいという気持ちがあったらしいのですがちょうどそんな時同級生の男子からうちの喫茶店にシスターエリカが来ている と知りどうにかしてほしいと思ってきたようでした。ですが、エリカちゃんはただのシスターであり、エクソシストではないので、当然彼女が望むようなお払いのようなことはできません。その日は落胆する彼女を慰めながら話を聞くだけで終わりました。一週間後、再び例のついていない女の子、メイコちゃんが店にやってきました。 しかも、以前よりひどく落ち込んだ様子で、気になった私とエリカちゃんが話を聞いてみると、彼女はどうやらあの後、自分がついていないのが気になり、地元の県では有名な神社やお寺にお祓いを頼んだらしいのです。ですが、ちょっとうちの神社では、いや、人数がいっぱいでして、など、 さまざまな理由でほとんどの神社仏閣から断られてしまったらしいのです。また、お祓いを受けてくれたお寺もあったらしいのですが、行こうとすると、電車の場合は人身事故に巻き込まれ、電車が動かず、タクシーで向かおうとしたら、やっぱり事前で事故が起こり、道路が通行止めになるなどの出来事が起こり、結局行けなかったらしいのです。私 呪われてるのかもしれない。メイコちゃんはかなり意気消沈してました。さらに彼女が落ち込んでる理由はそれだけではなく、どうやらうちの店に相談に来たあの夜からおかしな夢を見るようになってしまったらしいのです。夢の中で彼女は何かから逃げています。そこは学校の中で、ひたり。 と何かが張って彼女を追いいかけててるるののが聞こえてくるそうなのです彼女も走って逃げるらしいのですが靴箱までたどり着いたところで追いつかれ強い力で首を絞められ意識を失ってしまうのだそうですそしてその瞬間目が覚めぬらしいのですがそれが毎朝4時44分なのだとかもうそれが あの日からずっと続いているそうです。最近はそれが原因でよく眠れないらしく、可愛らしいはずの顔にはくっきりと黒い熊が浮かんでいました。加えて、おかしなことが起こるのは夢の中だけではなく、一人で自分の部屋などにいると、背後から誰もいないはずなのに、シャーペンの芯や消しゴムをぶつけられたりするそうなのです。そうして、 彼女がそれに気づいて振り返ると、それはパタリとやむそうなのですが、その振り向いた瞬間に小さな子供。まるで赤ちゃんがはしゃいでいるような、キャッキャという笑い声が聞こえるのだそうです。それ、完全にやばいじゃん。私はそう感じました。エリカちゃんもまずいと思ったようで、私たちはお互いに顔を見合わせました。 メイコちゃんもなんかこれってやばいですよねと泣きそうになっています。本当におはらした方がいいのかも。エリカちゃんはつぶやくようにそう言いました。でも断れ。こと メイコちゃんは半ば叫ぶようにそう言いました。するとエリカちゃんは、私のいとこのお兄ちゃんがね、今お寺にいるんだけど、聞いてみようかそう言いました。私はクリスチャンのエリカちゃんに漱石の親戚がいること自体が初耳でかなり驚いたんですが、今はそれどころではないと思い直し、 メイコちゃんとエリカちゃんの会話に耳を傾けました。幸運にもエリカちゃんのいとこがいるお寺はうちの店から近く、毎晩の夢で追い詰められてたメイコちゃんは今すぐにでも行きたいということになりました。そして店はマスターと他の子に任せ、私の車でエリカちゃんとメイコちゃんとそのお寺に向かうことになったんです。店から車で出て15分、 異変は徐々に現れました誰も何もしてないのにナビが点滅し次第に点滅が激しくなりついにつかなくなってしまう受信できていたラジオが急に受信できなくなりザーザーというテレビの砂嵐のような激しい音を最後につかなくなってしまうそして店を出て45分ぐらい走ったあたりでしょうか 目的地のお寺ままでかなりり近づいいたたあだと思います車は徐々に人気のない寂しい道に入っていったんですが「ねえ本当にこの道で合ってるの?」「お兄ちゃんからもらった地図にはこの辺りって書いてあるけど」「走れども走れどもお寺らしき建物は何も見えてこず」 私たちは徐々に不安にさいなまれ始めました。そこは道の片側に深い森のような場所がある、昼間でも少し暗く、人の声すら聞こえないような静かな道でした。どれだけ進んでもお寺は見えてきません。不安になった私たちは、一度大きな通りまで引き返して、そこで道を聞こうということになりました。そして、 その道を引き返そうとした瞬間車内にわずかに赤ちゃんの鳴き声のようなものが響いたのですえ今なんか聞こえなかった何かの聞き間違いだったんだろうか 全員がそう思うとした瞬間、にゃ,ゃ先ほどより大きな声でそれは響いたんです。やばい確実に何かいる私たちは全員そう確信しました。次の瞬間、ドンと、車のボンネットに強い衝撃が走り、一瞬全員が上を見上げました。何これもうやだ 半ば悲鳴に近い声が上がり始めたその時、あ、<laughs> あれエリカちゃんが車のフロントガラスを指差し固まっていました。その目は恐怖に見開かれ、私たちは見てはいけないとわかっているのについそちらを見てしまいました。すると、そこには、 生まれたばかりでしょうか。体に胎盤のようなものをつけたままの血まみれの赤ちゃんがフロントガラスにしがみついていたのです。赤ちゃんは泣きながら血まみれの手を振り上げ、何度もフロントガラスを叩きました。その度にフロントガラスは赤く染まり、赤ちゃんの力ではありえないはずなのに、車がドンと揺れました。 もう私たちは怖くて泣きながら互いに抱き合い、身を寄せ合いました。どれだけそうしていたでしょうか。その時の私たちには恐怖で時間の感覚などなくなっていました。ただ、恐ろしく長い時間が経ったような気だけはしていました。するとそこに、コンコン。サイドの窓を叩く音が響きました。え <laughs> ひ 慌ててそちらを振り向いてみると、そこにはとても心配そうな顔をした若い男性がいました。男性は花大色の包囲を着ており、その姿で一目で私たちは彼がエリカちゃんのいとこだとわかりました。その姿に安心した私たちがドアを開け、転がり出すように外に飛び出すと、男性は、あんまり到着するのが遅いから心配になって迎えに来たんだよ。と言いました。 男性、龍之介さんはいわゆる見える人らしく私たちを迎えにお寺から一番近くにある大通りまで出た時そこにある2つに分かれた道でまるで女郎モが獲物を糸で絡め取るようにお寺に行く道とは反対の森へ続く道から本来人の目には見えない悪意に満たされたエネルギーの糸のようなものが伸びていたらしいのです。 そしてその糸は龍之介さんの目の前でもうすでに獲物を絡め取り奥へと誘っているかのごとく奥へ奥へと後ずさりしていったらしいのですそうしてその糸をたどって行ってみたらその糸の先にこの車があり私たちがいたそうです 私とエリカちゃんは恐怖で完全に腰が抜けてしまったメイコちゃんを支え龍之介さんとお寺に行きましたそこでメイコちゃんと巻き込まれた私とエリカちゃんもお祓いを受けたんですがその途中メイコちゃんが異常に苦しみ始めまるで赤ちゃんのように泣き始めたんです私とエリカちゃんは慌てて支えようとしましたが龍之介さんの鋭い声に静止され動くことができなくなってしまいました 龍之介さん曰く、あれは生まれて来られなかった赤ちゃんの礼、水子の霊だそうです。優しくされると、その人についてしまうかもしれないのだそうです。だから、かわいそうだけども、その赤ちゃんの霊を成仏させてあげるためにも、心を鬼にして突き放すことが必要なのだそうです。龍之介さんがお経を読み進めると、 読み進めるほど、メイコちゃんは苦しみ、泣き叫びました。しかし、その声は徐々に小さくなり、お経が終わる頃には、そこにはぐったりとした様子のメイコちゃんがいました。龍之介さんが言うことには、メイコちゃんには本来生まれてくるはずだったメイコちゃんのお姉さんである赤ちゃんの霊がついていたそうです。そのお姉さんは、メイコちゃんが羨ましかったんだそうです。そして、 ここからは、メイコちゃんがお母さんから聞いた話も含みます。去年までは、ちゃんとメイコちゃんのお母さんが月命日には毎回お参りをしていたそうなんですが、今年はメイコちゃんが受験をする年でもあったので、かなり忙しく、月命日にお参りに行くのも忘れてしまったんだそうです。それをお姉さんの例は、忘れられたと勘違いし、その勘違いが、 妹ばかり愛されている。私は死んだのに妹ばかりずるい私も生きたかったという気持ちを生み出しメイコちゃんがうまくいったり幸せになるのを妨害していたそうですそして最終的には「お前も死ねばいいのに」という気持ちにつながりあの命の危険につながる数々の事故を生み出していたんだそうです 翌日めいこちゃんとお母さんはお姉さんのお墓参りに行きましたそして手厚く供養してもらったそうですそのおかげなのかあるいは龍之介さんのお祓いの効果なのかあの日以来めいこちゃんの身に不思議な出来事や命の危険を伴う事故はなくなりあの首を絞められる恐ろしい悪夢を見ることもなくなったそうです 脚柱。中洋戦と破壊か,かった。これが祖母の臨終の時の言葉でした。今から二十年も前の話になります。当時の私の家は父、母、兄と私の四人で住んでいました。 裕福ではありませんでしたが、家族仲のいい、どこにでもあるような平凡な家庭だったと記憶しています。ただ一つ違ったものといえば、少し古いけど、私たち家族四人が一緒に寝れるほど大きなベッドがあったことぐらいでしょうか。私と父と母の三人でベッドに寝て、小学校高学年だった兄は一人布団で寝るようになっていたんですが、 その日の夜は雨がひどく地震もあったためか兄もベッドに入ってきてしばらくぶりに家族全員で寝ることになりました心地よくまどろんでいた私は奇妙な音で目を覚ましました「うぅずるずる。ぅぅ」ずるずる「う 雨の音とは違う何かを引きずってるような音が家の外から聞こえます怖がりだった私はどうにか震えを抑えながら隣に寝ていた母を起こそうとしましたが目を覚ましません泣きそうになる私の声に反応したのは母を挟んで向こう側に寝ていた兄でしたずるずる。 あの奇妙な音はまだ聞こえます。兄もその音に気づいたんでしょう。音が聞こえる方角が気になるらしく、視線を私と窓の方向を交互に泳がせていました。一旦気にしてしまうと、どうしてもそこを見てしまいたくなりますよね。何もないということを確認したくて。結果、見てしまいました。 窓には何も見えなかったんですが安心して視線を下げたところに奇妙に膨らんだ塊がゆらゆらしていました紫がかったそれの上の方には墨でも塗ったように黒く歪んだように目鼻口の部分がついていましたうん、つるつるそれが こちらに向かってゆっくりと這いずりながら移動してきていたんですもう音は聞こえませんでした私たち兄弟の怖さのあまり叫び続ける自分たちの金切り声にしか耳に入らなくなってどこか遠くから聞こえるような自分たちの声はやがて兄の叫び声だけを耳に残して 意識ともども赤黒い光に落ちていきました意識が戻ると祖母と親戚数人そして知らないおじさんが私たちのことを覗き込んでいました「よかったな君は助かったな」いつの間にかベッドには米や榊酒の入ったマスが置かれていて なんでベッドにこんなものがあるんだろうとただただ不思議に思っていると横で寝かされてた兄も意識が戻ったようでした「すまんのすまんの」んの私の時は特に何も反応を示さなかった祖母が兄の時だけ心配そうに手を握り言っていたのが印象的でした。 二人で両親に夜中に見たもののことを話しましたが一生に付されました兄弟二人高熱にうなされてたらしく幻覚でも見たんだろうと意識を失ってから三日がたっていましたその後お互いふと思い出したようにその時の話をしたんですが数年を待たずして 兄はその時の時ことを完全に忘れてししままいました忘れる数週間前にも話題にした時ははっきり覚えていたのにその記憶がぽっかり抜け落ちたようで何か記憶のボタンをかけ間違ったような奇妙な気持ち悪さが残りましたその時以来私たち兄弟は不仲になっていきました 口論になると小突く程度だったのが顔を殴られるようになったりエスカレートしていきました<ー>シャワーが熱湯になっていたり包丁を持ち出された時は殺されるかと思ったほどです今までの友人や親他人などには変わりありません 私にだけそうなりました<ー>今思うとあの時祖母が兄にとった態度は何か変だった「大丈夫か?」ではなく「すまない」と心配というより謝罪のような言葉をかけていたのもおかしいそれも兄に向かって言ってはいたが 兄自身へかけた言葉ではなくそれ以外の誰かに向けて言っていたんではないか疎遠になっていたあの時の親戚に会う機会があり少しだけ聞くことができました「あの日の雨で緩んだ時に地震が重なり無縁仏の墓が崩れたんだ」と「そこに供養されていたのは祖母の兄だか弟だかなんだ」と。 なぜ一族の者がそんなところに埋葬されていたのかは祖母が他界した今となってはもう誰も知らないそうです私は家を離れましたが今でも夢に思うことがありますずるずる私に対してだけ変わってしまった兄が 私に対し向かってくる時「うぅずるずるぅぅ」「うーずるずるとかすかに聞こえていたあの忌まわしい音人間とは思えない。 専門学校の帰りの電車の中での話ある都営線の終点に住んでるんだけどいつも通り学校終わって帰りの電車に乗り込んだ新宿駅だったからむちゃくちゃ混んでたんだでも終点2つ前の N 駅あたりで一気に人が減るわけでも残り2駅だし座らないでドアの前に立ってたそんで 次の駅に向かう間かな。俺の右後ろの座席に女の人が座ってた。最初はまだの反射でチラッと目に入っただけだったんだけど、よく見たら変な服装してる。つばの広い黒いハットに黒のベストで黒い手袋。さらには真っ黒のロングスカート。外国映画の葬式のシーンに出てくる人みたいな。しかもものすごいガリガリで、 まさに「骨と皮だけ」って感じ内心気味悪いとか思いながらも興味を引かれてチラ見してたそんなこんなで見てたらちょうど終点一つ前の駅を出発したんだ「ああ次だ」とか思って駅表示の電光板を見てから女の方に目を戻したら女のいた席は空席だった降りた気配もないし出発してから見たのにいない 怖かったけど恐る恐る周りを見回してもやっぱりいない。この時点で心臓が鳴りまくって冷や汗も出てきた。あまりの怖さに目をつぶって地元の駅に着くことをひたすら祈ってた。やっと電車が遅くなって駅に着いたと思って目を開けた瞬間、マジで殺されるかと思った。ドアの窓を見たら女が俺のすぐ後ろに立ってた。 その瞬間にドアが開いたのでダッシュで改札に向かったもう泣きそうだった帰り道もひたすら全力ダッシュで家に向かいやっと家に着いたと思ってほっとしたああ、怖かったと思いながら自宅のマンションのエレベーターに乗ろうとボタンを押した数秒後にエレベーターが来たが B1 に向かう。ふざけんなと思って待っていてもなかなか上がってこない 恐怖とイラつきが絶頂に達しエレベーターのドアに蹴りを入れるとようやく下のドアが閉まる音がした「早く早く」と心の中で思いながら待っているとエレベーターが上がってきた「そこで俺は驚愕した」「エレベーターにその女が乗ってた」「目の前で開いたエレベーターの奥でうつむきながら立ってた」 あまりの事態に身動きも取れずに立ち尽くしているとエレベーターのドアが自然に閉まった上がっていくエレベーターを目で追っていると女の顔が見えたそして驚愕した目が真っ赤に充血してて目の下が真っ黒焦点が定まってないような感じで幸い目が合うことはなかったけどなんちゅうか呪音の顔みたいな。 しばらく動けずやっとのことで歩けるようになった。俺は階段を上がって帰宅した。家に帰り親に話したが信じてもらえず、特に不幸もなかったからよかったけど、あの女は人間とは思えなかった。バスの親子。これは 私が友達とファミレスで盛り上がって帰宅時間が遅くなった時の話ですついつい話が尽きず気がつくと帰宅するバスの最終便の時刻が近づいていましたなんとか乗車には間に合いあとは家の近くまでバスに揺られるだけですバスには私の他に小さな男の子と女性が乗っていましたきっと親子なのでしょう最後尾に座っていて 二人とも帽子をかぶっていたため表情は見えませんでしたがどうやら戦隊ヒーローものの話をして楽しんでいるようです私は特に気にせず中間ぐらいの席に座り携帯を触って時間をつぶしますバスに乗ってしばらくすると私は後ろから聞こえていた声が消えていることに気づきましたそれまで一度もバスは停車しておらず乗客の出入りはありません あれと思って振り返るとそこには親子の姿などなかったのです私の血の気がさっと引き冷や汗が吹き出ます反射的に席を運転手さんのすぐ後ろへ移動させましたそして停留所へ到着し降りる際にいても立ってもいられず私は運転手さんへ私と乗っていた親子連れどこで降りたんですかねと尋ねたんです すると運転手さんは変な顔をして、親子この便に乗ったお客さんはあなただけですよ、と言うんです。そんなはずない。確かに親子は乗っていた。運転手さんにそう問い詰めようかと思いましたが、そんなことを言っても困らせるだけだと思い、私はバスを降ります。きっと私が見間違えたんだろう、そう思うことにしたんです。ここからはいつもの見慣れた帰り道なのですが、 私は怖くなってしまって歩き出すことができません。自宅まではどんどん人気のないところに入っていくので、今の状況でそこへ踏み入るのはかなり勇気が要ります。ですが、そんなことは言っていられず、帰らなければいけません。私ってこんなに怖がりだったかなと思いながら、早足で歩いていると、笑い声が聞こえた気がしました。思わず振り返って辺りを見回しても、 暗い夜道には誰もいません。私は走って帰りたい衝動をぐっとこらえました。こういう時に走って逃げるのはダメだとどこかで聞いたことがあったのです。意識せず自然体でいることが大切だと自分に言い聞かせ歌を口ずさみながら帰ります。夜の住宅街は意外に音が聞こえてきます。人の会話なのかテレビの音なのか ふと気がつくとその音に混じって会話している声が聞こえます男の子の声で戦隊もののヒーローのことを話しているようです私はたまらず走り出しましたハイヒールを履いていたためすぐにスピードが落ちてしまいますがとにかく走って走って走りまくります恐怖からもう振り向くことはできません家に到着して開口一番しよちょうだいと私は叫びました 両親は驚いていましたが、私の剣幕にただならぬ雰囲気を感じたようで、理由を聞かずに潮を振りまいてくれました。これ以降、私はバスが苦手になってしまい、乗らないようにしています。親子の姿や声もその日だけの出来事でしたが、今は思い返すだけでもゾッとしてしまいます。